ビジネス用語って多い割に実用性があるものがほとんどない。会社経営やビジネス全般を学んだことのある多くの人は一度はこのように感じるのではないだろうか。私もそう思う。私が会社経営を学び出した、正確に言うと学ばなければいけない状況に陥った時、先人の知恵を拝借しようと多くのビジネス実用書を読んだものだ。そして私が読んできたそれらは大きく分けて二つに分かれた。自分の博識さを堅持するかのように難しい用語を並べ、読み手が理解できるかどうかを一切考えてないような筆者自己満足本。もう一つが読み手が分かりやすいようにと噛み砕くことにばかり力が入り、結局読み手がどうしたらいいのか分からない分かったつもり本。どちらも読む時間の無駄である。本当に読み手が理解できる本が世の中の書店に並んでいるならば、冒頭の言葉は出てこないはずである。実際には知っていれば経営仕事の武器になる考え方モデルスキームは世の中に多く存在する。その一つがアイドマだ。今回は聞いたことあるけど何のことかよくわからないから避けてきたんだよね、という面倒くさがり屋な人でも明日から後輩に胸を張って説明ができるようになり、なおかつ今アイドマに代わって注目を浴びているモデルについて紹介していく。もちろん分かりやすく、どう使えば良いか分かるようにである。あなたがもしも何かモノサービスを売っているのであれば、本書で紹介する内容は必ず役に立つとお約束しよう。だからこそテレビの電源を切り、一番集中できる体制で自分の武器になるようにじっくりと読み進めてほしい。アイドマってさと聞けないあなたに。アイドマ、これは消費者の購買行動は一連のプロセス手順を踏んでいるということを分析体系化したものだ。アイドマは1920年代にサミュエル・ローランド・ホールが RETAILADVERTISINGANDSELLING 小売における宣伝と販売の中で発表したものだ。誰かにアイドマを説明するときにこれをさらっと言えると格好がいいだろう。具体的には、消費者は商品サービスを知ってから買うまでに5つのプロセスを踏んでいると定義したものであり、それら5つのプロセスの頭文字を取ったものだ。5つの頭文字については以下の通りである。アテンション注意、インタレスト関心、デザイア欲求、メモリー記憶、アクション行動。つまり売り手側に立てば、消費者の商品サービスの注意を引き、関心を持ってもらい、商品が欲しいという欲求を持たせ、商品のことを記憶してもらい、購買という行動を取ってもらうという5つの次元で消費者のことを考えましょうというものである。またこのように5つの段階に分けて考えることにより、消費者がどの状況に位置しているかを区別できるようになる。したがって、それぞれの段階の消費者に最終目的である行動購買までどのようなアプローチが有効なのか分かるようになった。またアイドマを考えるにあたって、消費者は認知段階、感情段階、行動段階の3つの心理段階に分かれるとされている。認知段階は A が該当し、消費者が知っているか知らないかを判断する段階である。感情段階は IDM が該当し、消費者が商品を知った後にその商品に対してどのような感情を持っているかを判断する段階だ。行動段階は最後の A が該当し、消費者が欲しいと思っている時に具体的に購買の動機や方法を消費者に提示する段階だ。このようにアイドマは5つの購買プロセスを3つの段階に分けて考えており、イメージしづらい。その結果、誤った解釈手法を取られるようになることがしばしばあるのが問題である。だからここからはあなたにアイドマに関して 100% 理解してもらえるように、実際にアイドマがどのように使用されるのかを簡潔に説明する。まず、あなたが商品サービスを売るとき、消費者がその商品を知っているという状況が大前提となる。知らないものを買うことはどう考えてもできない。つまり売り手が最初に行うアテンションとは、まだあなたの商品サービスを知らない消費者に知ってもらうことを目的とする。代表的な手法としては、テレビの CM や新聞紙の広告、DM などもこれにあたる。消費者が目にし、耳にしたものは確実にその商品サービスに対する認知が起こる。この認知をしてもらうことが最初の A の目的である。次にインタレストだが、これは感情段階として、デザイアとメモリーと連続性関連性を持たせて考えた方がよりわかりやすい。消費者は一度商品サービスを知ったところですぐに買いたいと思うことは滅多にない。商品サービスを認知した後、アテンションの後の消費者の心理状況は3つの段階に分けて考えることができる。奇跡的にその消費者のニーズと商品サービスが一致していた場合は別だが、大抵知ってはいるけどそこまで興味がないという状況から、興味はあるが欲しいとまでは思わない。最後に欲しいけどどうやったら手に入るのかがわからないという感情に変化していく。
ここで売り手がやるべきことは、上記の3段階を踏まえると、まずは商品に興味を持ってもらうということである。そして、次の段階で、より強力な利点を提示し、最後に今買う必要性を訴えるということが必要だ。この感情段階では、代表的な手法としては、パンフレットやフライヤーが挙げられるが、重要なのは、どの媒体を使うかではなく、ターゲットの訴求ポイントをついた媒体を作るということだ。興味を持ってもらう、欲しいと思ってもらう、買いたいと強く思ってもらうということは、すなわち相手の興味の対象を理解しているということが必要になってくる。そのためには相手が誰なのか、どういった生活をしていて、どのような欲求があるのかを絞り込む、ターゲティングする必要がある。この感情段階の具体例で言うと、パチンコ業界は優れたアプローチができている。彼らは CM 店舗前に設置した上りなどで寝台入れ替えを大々的に宣伝する。そうすることで消費者はいつ寝台入れ替えなのか認知する。そして店頭には具体的にどのような台が入るのかを告知することによって、興味がある人が自分の興味がある台が入るか確認できるようにしている。最後にやりたいけどどうしようかなと考えている人を取り込むために、日までの期間限定、設定を大当たりが出やすいように変更していますと宣伝することによって、消費者のパチンコ屋に行く動機購買理由を作っている。最近は設定変更は大々的に宣伝しなくなったが、それは寝台入れ替え当たりやすいということが周知の事実になったからだと考えられる。最後に残ったのが行動段階の映画が、これは上記のパチンコの例で言うとパチンコ屋に行くという部分になる。例えばすごく興味があって買う気満々で、もう1秒でも早くあなたの商品が欲しい消費者がいたとする。そこでも下でもどうやって買えばいいのかわからないとなってしまっては、せっかくの強い見込み客をみすみす手放すことになるのだ。つまりあなたがこの商品サービスを手に入れるためにはこのような方法がありますという具体的な行動提案をするのだ。またより相手をすぐに行動させたいのであれば、消費者が行動する動機理由もその際に追加すると良い。例えばこのキャンペーンは日までの期間限定になっています、や人限定など、今行動しないと次はないかもしれないという今行動する理由をこちら側から作ってあげると、より消費者や行動しやすい。このようにあなたの商品を消費者に認知してもらうところから購買してもらうまでには、アイドマの一つ一つを理解するとともに、認知段階、感情段階、行動段階がどのようなものなのかをしっかりと理解して、それらの段階で正しいアプローチをすることが必要となってくる。アイドマではもう古い。インターネット時代の到来とアイザズへの変化。前のパートを読んでいただけば、多少なりともあなたのビジネスに役に立ち、何か新しいアイデアが生まれたことだろう。しかし前のパートは予備知識として持ってほしいのであって、実際には使う必要がない。正しい表現をすると使う意味がないと言った方が良いだろう。その理由は2つある。一つはかなりの資金が必要になるということだ。頭の回転が良いあなたならすでに気づいているかもしれないが、アイドマは最初の認知がいかにうまく、いかに多くの人に伝わるかによって効果が変わってくる。アイドマの部分は前提が最初の A に反応した人に対するアプローチなので、認知をした人の数で大きく出来が変わってくるのだ。つまり10人が認知した場合、その10人にしかアプローチできず、逆に1000人に認知してもらえば、それだけ制約数が多くなる可能性は高くなる。だからこそアイドマは最初の認知が一番重要になってくるのだ。アイドマが主流だった時代は、認知をさせるためにはテレビ CM や新聞など大きなメディア媒体を使用する必要があった。しかし CM や新聞などを使うためには莫大な金が必要になるため、アイドマは金の持っているものしか十分に効果を実感できなかったのだ。つまり私たちのような個人事業主や中小企業が十分にアイドマを使いこなせることはなかったのだ。二つ目の理由はインターネットの普及である。インターネットが普及するまでは、前述したように CM や新聞などがメディア業界の中心だった。しかしインターネットが普及してからはこの常識が覆された。バナー広告をはじめとしたインターネットでも宣伝方法が確立され始め、今まで紙媒体だった広告も LP ランディングページなどインターネットでも可能になった。しかも今までとの大きな違いは低コストで広告が出せることだ。このことによりさらにインターネットを使った宣伝は加速度的に増え、今では個人事業主や中小企業など資金力のない者たちにとっての大きな宣伝マーケットとして確立されている。そして2005年には大手広告代理店の電通によってアイザズという言葉が確立された。アイザズはインターネット時代にアイドマの考え方を当てはめたものであり、大きく変化した消費者の行動モデルを体系化したと言われている。具体的にアイザズはデザイアーとメモリーの代わりに
シーチュ検索と定義され、アクションの後に視野共有を追加している。シーチュと視野が加わったことによって、感情段階と行動段階の区分も変わり、インタレストが感情段階、シーチュとアクションと視野が行動段階になった。これらの変化からわかる消費者の購買プロセスの変化は、商品サービスを認知した後に自分でその情報をインターネット等から調べて確認し、購買行動を行うようになった。そして購買後に手に入れたものが良ければ、満足度が高ければ、またインターネットを使い自分の周囲の人へ自分の評価をシェアするようになった。この変化はとてつもなく大きい。売り手側からのアプローチがほとんどであったアイドマに対し、アイザズは買い手側が自発的に自分で調べ情報を発信するようになっている。つまり買い手側が商品の認知宣伝に加わるようになったのだ。これはよく言えば口コミバイラルを起こすと言えるが、裏を返せば悪評もより認知されやすくなったのだ。つまり少しずつではあるが、消費者が売り手が宣伝したことだけでなく、実体験や感想レビューなどから判断するようになったので、より一層売り手側は訴求ポイントを絞り込み差別化をしなければならなくなったと言えるだろう。今日の日本ではこのアイザズを使って消費行動を把握しましょうと言われるようになっているが、これも少し古い。このアイザズが確立されたのは、前述した通り2005年のことであり、今はあの時からさらに変化している。確かに今でも周りの評価を確認してから購買する流れは変わっていない。アマゾンがあれだけ成長したのは、商品数の多さや注文から到着までの流通スキームもさることながら、一般人が参加できるレビューシステムを積極的に使っていることも大きな要因である。つまりアイザズが確立された時代よりも、さらに消費者側の行動評価がその他の消費者の購買行動の判断材料になっているのだ。それではなぜアイドマからアイザズへの変化に関しては自分たちで言葉を作るほどに積極的に確立してきたにもかかわらず、さらに進んだ消費者優位の話がアイザズ以降出てこないのか。これにはメディア業界の世に広めてはならないという大きな共通認識があるからではないかと私は推測している。それだけこれから私が話す内容はメディア業界にとっては死活問題になる内容なのだ。メディア業界がひた隠しするアイザズの新たな変貌。メディア業界にとってアイザズまでの変化はとてもありがたいことであった。インターネットを使っての広告が台頭してきたといっても、依然として CM や新聞での効果は大きく、インターネットを使って宣伝がうまくいった場合に CM や新聞、雑誌などの大型媒体に広告を出すものも多い。つまり宣伝の登竜門としてインターネットを利用し、そこから結果が出たものを CM や新聞など大型媒体を使うようになったので、全体的に大型媒体も売り上げが増加していたのだ。しかしここでメディア業界が想定していなかった方向に消費者の行動プロセスが大きく変動する。発端は SNS の爆発的な普及であった。当初 SNS はリアルで会えない人たちがつながるコミュニティツールとして利用する人が多かったが、売り手側がアイザズを意識した商品サービスの展開をするようになって、消費者も SNS を利用して商品を評価紹介するようになった。ここまでは買い手側が狙った通りの流れだった。少ない資本で最低限の消費者にアプローチをし、その消費者たちがインターネット媒体を使って商品サービスを評価紹介を行い、バイラルが起こり、買い手側がさらに大きな広告媒体を使ってそのバイラルをさらに大きなものにするのが鉄板の流れであった。つまり売り手側も広告業界も SNS の普及はありがたい話であったのだ。しかしここで大きな変化が起こる。今まで鉄板だった SNS での認知の拡大後の大型媒体の利用が必要なくなりつつあるのだ。この話をする際に私は毎回必ずガリガリ君の話をしている。あなたはガリガリ君の CM が減ったのをご存知だろうか。ガリガリ君はある商品を出したのをきっかけに今までの CM 広告を約半分にまで削減している。それがガリガリ君コーンポタージュ味である。この商品は当初大型媒体であるテレビ CM を使った宣伝を行っていた。もちろん斬新な味ということもあり、認知はうまく進み、面白おかしくインターネット媒体で紹介する消費者が現れた。ここで今までになかった消費者の変化が起こった。ある消費者がガリガリ君コーンポタージュ味を溶かして飲んでみたという内容を SNS で紹介したのだ。これにより多くの消費者がコーンポタージュ味を溶かしてみるという行動に強い興味を惹かれ、実際に自分も試そうと考え、一時期日本からこの商品がなくなるほどにバカ売れしたのである。
今までは売り手側が商品を宣伝し、消費者はその商品の評価紹介するのみであった。しかし、消費者はその商品の評価紹介にとどまらず、いかにこの商品をよりよく使うかという消費者目線で商品のアレンジ方法まで紹介するようになった。つまり、言われた通りに情報を捉えるだけでなく、自分たちなりのアレンジまでを視野の段階でするようになったのだ。これにより、インターネット上で売り手側の宣伝とは違う形で新たな宣伝が行われるようになり、広告費をかけていない新たな広告手法が意図せず誕生してしまい、結果としてより消費者目線の消費者が強く興味が惹かれる宣伝を消費者たち自身で行うようになったのだ。つまり、興味関心を引くインタレストが売り手側が仕掛けるのではなく、消費者側から発生し、しかも売り手側がアテンションで仕掛けるよりも前の段階で来るようになったのだ。わかりやすく説明しよう。前述したガリガリ君で説明すると、コーンポタージュ味を溶かしてみたという宣伝は売り手側からしたものではなく、買い手側が自発的に SNS を使っていったものだ。しかもこれはガリガリ君コーンポタージュ味を知ってほしいという認知アテンションを狙ってやったものではなく、あくまでも他の消費者に対してこういう使い方もできるんだよという興味づけインタレストとして発信されている。その後、消費者間でバイラルが起こり、そのバイラルを追うようにしてメディアがコーンポタージュ味を溶かしてみることが流行しているという形で宣伝するようになった。つまり、今までは売り手発信だけであった宣伝方法が消費者発信の宣伝方法が生まれたのだ。これを行動プロセスとして表すのであれば、最初の A と I が入れ替わったイアサスという体系が生まれたと言えるだろう。ではなぜこの体系を誰も大きな声で言わないのだろうか。一言で言えば、このイアサスというモデルはメディア業界を根本的に否定することになるのだ。商品が面白く、消費者が強い関心を持ってくれれば、 CM などの大型媒体を使う必要がなくなったのだ。発信力を身につけろ。時代は個人発信主流の流れに。最近あなたは朝のニュースを見ただろうか。どこのツボネも必ず入れているのが最近の流行をチェックするコーナーだ。これこそアイサスがイアサスに変わった動かざる証拠である。今までは流行を作る側だったメディアが流行が生まれる現場を消費者側に求めるという構造に大きく変わってしまっているのを如実に語っている。料理番組一つをとってもそうだ。今までは料理研究家が自分たちのアレンジ方法を紹介し、それをメディアを通して流行させるようにしていたが、今では視聴者から積極的にアレンジ方法を募集し、それをメディアを使って紹介している。これは料理番組だけじゃない。お笑いも美容も全てのジャンルが漏れることなくこの流れに変化している。完璧にメディアの発信ではなく個人の発信が流行を作るようになったのである。これにより、わざわざ広告をメディアを通して行わなくても、消費者が面白いと思い、消費者の流行ニーズに合った商品サービスを打ち出すだけで、勝手にメディアがその流行を取り上げるようになったのだ。つまり、売り手側が広告費をかけてメディアを使わなくても、消費者に受け入れられれば、メディアは取り上げてくれるようになった。前述したインターネットを広告の登竜門として、最終的に大型媒体を使うという流れから、いかにインターネットや初期の広告で消費者のバイラルを生み出すかのみにシフトチェンジしたのだ。そしてバイラルがうまくいけばメディアに自分から売り込み、お金を使わなくても勝手に取り上げられるようになってしまった。売り手側としてはこれ以上にないチャンスだが、メディア業界としては広告収入が激減する忌々しき事態となってしまったのである。だからこそメディアはこの流れを気づかれてほしくないがために、アイサスがイアサスに変わってしまったことを全力で隠し続けているのである。これは試験だが、この先5年以内に確実にどういった言葉になるかはわからないが、イアサスのような体系化が確立されるだろう。そうなってしまえば猫も杓子もその流れに沿った企画をするようになる。私が今回提唱したイアサスも時代の流れでいつかはニーズに合わなくなる。そうなる前にあなたの商品サービスに取り入れ、今後のあなたのビジネスに役立ててほしい。後書き。アイドマ、アイザズに続き、イアサスが今からの時代を牽引する。これは私の意見ではなく、すでにマーケットがそうなっているのだ。インターネットが普及し始めて、個人でできる選択肢が本当に多くなった。そして今、商品の宣伝、バイラルまでもが個人で設計できるようになった。こんなことは10年前では全く想像できなかったことである。こんなにも個人事業、中小企業の事業がしやすい時代は、後にも先にも今だけではないかと疑うほどにだ。これからの時代は、あなたのひらめきが、あなたの思考が、あなたの企画力、発信力が、ダイレクトにお金になる時代だ。これからもっともっとこの知識や情報、発信力が武器になる時代が来るだろう。
その時代に万全を期すためにも、明日からでも発信力のある人間を目指してほしい。あなたの発信一つで、あなたの事業が世界に知れ渡る日も、そう遠くないかもしれない。